中手骨多発骨折。第2、第3、第4、中手骨骨幹部に骨折線が見える、中手骨骨折とは、手の平部を構成する、中手骨が、主に直達外力により変形、破壊を起こす外傷であり、構造の連続性が立たれた状態のことである。中手骨骨骨折は、損傷を受けた部位によって、骨端線理解、規定部骨折、骨幹部骨折、 頸部骨折の4つの種類に分けられる。それぞれの発生起点などは次の通りである。他の部位の骨端線理解と同様に、成長軟骨層である骨端線がまだ閉鎖していない、小2期に外力を受け、骨端線が障害されることで生じる、小2骨折である。成長軟骨層は4層からなるが、骨端線理解は、細胞間結合組織が、 少なく最も抵抗の弱い肥大細胞層を中心として生じる。このため転移が大きければ大きな成長障害をもたらす。できるだけ保存的な方法で正確に征服を行い、内固定が必要とされる場合にも骨端線の損傷が少ない方法を選ぶ。規定部骨折は打撲などの磁気達外力を受けて生じることが多い。脱臼骨折が発生すると手部の隆起、突出。 種子の顕著な変形が見られる。第一中手骨骨折は、規定部に発生する場合が多い。このうち、第一中手骨規定部関節内の脱臼骨折で、尺足規定部に骨片を残し、遠位骨片が、等側筋位へ向けて転移するものを、ベンネット骨折と言い,い、手を固く握った状態において、打撃、打撲などの衝撃が加わって生じる。ベンネット骨折は、 アイルランドの下界、ベンネットにより1882年に記された第1中手骨付底部骨折である。第1中手骨の末梢骨片は腸腰が移転筋の筋力により火事配足に敬遠され中手手根関節に脱臼を生ずる。この骨折は制服移保持が困難な骨折として知られる。ベンネット骨折の症状としては通常の骨折の症状に加え第1 中手骨の末梢骨片が火事配則に転移する変形が現れる。診断に際しては、局所所見、X 線像により確認する。保存療法では、第一子を長軸に末梢側へ検因し、第一中手骨診転移等速から中手子根関節部を圧迫、約5週間、制服異保持が困難な症例に対しては、手術療法により、X 線等子化に完結的に、 キルシュナー光線を用いた内固定を行う。制服固定が不十分になる場合にはこれを直視化で行う。かつてはこのベンネット骨折がボクサー骨折の別名を持っていたが、近年は後術の中手骨系部骨折がボクサー骨折と呼ばれることが多い。第五中手骨規定部骨折では、第五中手骨の尺足子根心筋に敬遠されて、 第5子中手子根関節内に骨片を残し、あだっきを生じる。また、第1中手骨基底部の関節内における複合骨折は、ローランド骨折と呼ばれる。第3、中手骨骨幹部骨折骨幹部骨折は、骨折線の方向によって横骨折と、斜骨折に分けられ、横骨折は、直達外力を受けて生じ、中手骨から起死する骨幹筋の収縮によって、 背側突上変形となる。射骨折は粘点外力を受けて生じ、横骨折のような屈曲転移ではなく回線転移、短縮転移が起こりやすい。頸部骨折はボクサー骨折とも呼ばれ、頻度が高い。ついで基定部骨折、骨幹部骨折、骨端線理解の順で多く発生する。共通する症状として、外傷の衝撃後に激痛、特定部位の圧痛、 手や、種子の機能不全、主張、変形、運動障害などが急激に発生する。発生起点は、ベンネット骨折と同様、拳を握った状態で、打撃、打撲による外力が加わった時に起こるが、第四、第五中手骨頸部に多発する。より強い衝撃を受けた場合には、第二、第三、中手骨に生じることもあり、まさしく拳を握っていない場合には、第一、 中手骨にも生じる。また、乗り物のハンドルを握ったまま正面から交通事故に遭うなどした場合にも、外力が中手施設関節から中手骨の長軸に向かうことで生じる。拳による打撃において骨折を予防するためには、中手骨頸部に限度外の衝撃が加わらないように、衝撃が中手骨の縦軸方向に伝わるように打つ必要がある。 骨折した場合は即座にアイシングを行い、幅の狭いバンデージで爪が見える状態に固定、圧迫する。スプリント材で手全体にスプリント固定を施し、三角筋などを使ってスリング包帯法で挙上を行う。このほか、剣と関節法との結合部位では剥離骨折が多く、発生し、心筋腱断裂によってマレットフィンガーと呼ばれる。 栄油微石管関節の屈曲変形が生じる。軽度であれば6週間程度、添え子固定を施して矯正することで治癒するが、重度の腱損傷や骨損傷を伴う場合は、手術を行う。転移がない場合には、非伸縮性粘着テープによる制服固定、アルミニウム添え子固定、ギプス固定などにより保存的治療を行う。保存療法では注射施設関節、 金印指石管関節ともに90度屈曲位で強制して固定する。心筋より屈筋の方が強いため、90度屈曲位での固定は、他の指の動きを制限せず、定位の可能性も低い。第2第5子の腱は共同腱といい、4つの筋肉が一つの腱となって、手首部につながるので、 屈曲させておくことで、他の指を動かした時に固定した骨折部が動くことを防ぐ。保存療法での固定には4から6週間程度を要するが、期間は年齢、骨折の性質、部位、固定法によって異なり、変形、短縮した場合は、再骨折が起きやすいため、より期間を要する。骨関筋、指屈筋腱、手根心筋などの作用で、 頸部員の骨が小速に転移すると、肺側突の屈曲変形が生じるので、その場合は強制固定する。第五、中手骨の骨折部に施された、キルシュナー光線による、ピンニング術小速部骨皮質の座滅や変形が、顕著な場合には制服位の保持が困難であるため、中手施設関節、骨折部周囲南部組織への負担を考慮し、 ピンニング術などの経費的骨折合術を行う。キルシュナー光線による、経費的光線刺入固定法、中手骨髄内国固定法、イントラメダレリーネイリングオブメタカーペル、ポリエル乳酸ピンによる中手骨髄内固定法などがある。麻酔を施して、X 線透視下に征服術を行った後で、アルミニウム素エコ固定もしくはギプス固定を施す。 都市制服が困難もしくは不可能であれば、再転移や指の伸展障害を考慮して完結的、制服内固定術を行う。ロープロファイルプレート及びスクリュー、ロープロプレートスクリューシステムによる治療などがある。このほか、複雑骨折では感染症予防のための抗生物質投与などを行う。また、いずれの場合も X 線で骨予防を確認する。骨折型、 粉砕の程度を、南部組織の損傷の程度によっては、術後に指拘縮が起こりやすい。この予防として、中種施設関節屈曲位での可動域訓練などの運動療法を行う。30度以上の角上変形を残すと、中種施設関節の進展移行縮となる。低出力超音波パルスなどによる治療も有効とされる。発生部位にかかわらず、 制服が不完全だと運動障害や運動痛を残す。中手骨骨折では回線転移を合併しやすいが、この転移では中手施設関節から回線することにより、手を握る動作をした時に指が重なり合うクロスフィンガーが認められることがあり、その場合は手術による矯正が必要になる。南山道医学大事典南山道2006年3月10日。 発行 ISBN 978から4から525010294ありがとうございます。